もね、ゴールという形で取り付いたところですけれども、ここで一旦、扉にハートのマークがあるので、ハートの鍵を、見つけていただくという形にはなるんですけれども、今回はちょっともう、少し、そこの部分を皆さんに見つけていただくということで、もう持ってる状態から、はい、行きますので。てか、何気ないこの狼とかアライグマとかいるじゃないですか。はい、この造形やばいですね。やばいですね。所長室豪華で所長の趣味ってことですね。そうなんですよ。結構お金使ってますね。結構ですよ。これハートの、そうですね、ハートの鍵をすでに今回は持っているので、上のハートの鍵を、はい、はい、開けていただいて、シャランラ、開きました。どんどんこの先のどこかにある、はい、下のシャッターを開けるためのカードキーですね、そちらを手に入れるためにいろいろと、シャッター、あ、この下にシャッター、あの先ほど、はい、先ほどっていうかさっき話してた、あの前回プレイしていただいた時に、あの所長とシェリーを、はい、はい、駐車場のシャッター、はい、そこのシャッターを開けていただくための鍵を今、手に入れるためにはどうしたらいいのかなというところを今、進めていただいているというところにはなるんですけれども、木材あるけどアイテムがいっぱいで拾えないです。木材は窓を塞ぐ、そうです、そうです、はい、窓が開いているとやっぱゾンビなり こう雨なりこう入ってきちゃう、はいはいはい、あー、そういうタマ取りました。おー、すごい、うわ、めっちゃ降ってるやん、外だ、雨だ、あ、外なんだ、やだ、暗い、大丈夫、そう、左とか、いやだ、暗い、あ、いない、なんでなんでさっき引きずってんの、やだ、暗い。ちょっとアイテム取れないんで進みますね。はい、どん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 進んでいっていただくことになるんですけれども、濡れてますね、川ちゃん。そうなんですよ、今回やっぱりそのウェット&ダークネスというところがこうビジュアルのコンセプトの一つにはありまして、やっぱ濡れる表現であったり、はい、その雨の表現というところは非常にホラーにこう見えやすいですよね、そういう、なるほど、あ、水漏れ、いや、出しすぎ、ウェットすぎ、水のトラブル、水のトラブル解決しないとこれどうなるの、森末さん、森末さんに電話して、いや、か、松村さん、おかしいでしょ、そこの、どうすならこの燃えてるところにかかればいいのに、そうなんですよね、これが多分通路を塞いでるので、何かどこかをすると、ていうか床と壁やばい、床すごい、そういそう、うわ、燃えてる、え、ていうか髪の毛濡れてない、そうですよ、濡れてます、ね、全身濡れますよ、え、どうす、これで塞いでるってことですね、そう、これを何か水で、そっか、じゃあの消化しないと、はいはいはい、でもう一回戻ってもらって、ちょっとあたりを見回していただければ、あ、なんか行けるところがあるようなので、ありますね、ああ階段あります、進んでみてもらえますかね、本当に雨ですね、うん、しかもなんか足つるんって滑りそうやね、滑りそう、ねえ、ちょっと待って、どこ、誰、今カズヤじゃないの、カズヤ言ったよ、お前、あ、いたいたいた、うわ、やば、うわ、ショコラがゾンビになってる、足、いや、ほんまに膝ばっかり狙ってるやん、あんな感じかな、私、そうなるよ、うわ、ショコラー、足、これね、打つ場所をしっかり、うん、考えていただけると、はい、打ったところが、まあ、やっぱ、はい、怪我になってゾンビ的な動き方も変わっていくので、あ、なるほど、足を打つのは結構正解かもしれない、そうなんですか、次、平井さん、ちょっと痩せてるのに、じゃあな、もうもうもう、ゾンビになったら痩せるんじゃん、そう、俺こんなんか、ゾンビになったら、ただ、いろんな場所をこう狙っていた、ん、そこはやめてあげて、今プロデューサーがうんってなった、どこ打ってもいいって言いましたけど、まあそうですね、東京の放送で打ったあかんところはあるんで、そう、ね、見てる男性ね、みんな腰がクッて、加藤茶やったらいいよ、キャラが加藤茶であれば、リアクションできる人、これ押せますね、うわ、これなんか水の流れを変えてくれてるんですかね、なるほど、ただやっぱ足打っただけじゃ死なないですよね、ゾンビね、なるほど、うわ、それショコラやのに、そうだよ、うわわわわわ、そうだよ、私だよ、私だよ、生前はあんなに可愛かったのにな、ごめんね、ショコラちゃん、先に進むためなんだ、それだけで命が、今のレバーを引いたことによって水の流れがちょっと変わったかもしれないので、もう一回試してみてもらっていいですか、面白い、お、あ、うわ、来た来た、すげえ、ほんとだ、
水めっちゃ。これでようやく。あ、でも暗くなっちゃう。これだからどっちかですね。火を消すか明るさを取るかですね。消すよねそこは。そこで迷わないでしょ。これじゃあこっちも進めるようになったってことですね。そういうことですね。はい。いや、あ、火が消えてます。どんどん。うわ、怖い。何？赤。いや、どこ撃てねえな。集中的に撃つぞ。間違ってるよ。あかん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 。ちょっと待って、なんだっけこれ。でかっ。一回逃げましょうか。あれだ、タイラント。タイラントだ。そうです、そうです。ちょっと待って待って待って、え、タイラント出た。まあ、本作ね、もともとがバイオハザード2っていう原作があるので、はい、やっぱ原作の中でも一番こう象徴的な衝撃でしたね、はい、あんな食らうんですか。あれ、帽子かぶってました？帽子かぶってないですよ。しかもあのいろいろ服装とかも変わってて、うわ、いや、やば、タイラント真っ黒になってるやん。え、どうやればいいの？ちょっと待って待って待って、やばいやばい、大丈夫大丈夫。あ、まだいる、そいつも、そいつ邪魔、そいつ邪魔、そいつ倒しとかないから。いやいやいや、平井って言うなや。恥ずかしい。ちょっとこれ拾っていい？回復回復。え、せゆか、やばくない？組み合わせちゃう、組み合わせます。タイラントグーで殴ってくんで。どうすんの？そっち行き止まりだ。あ、やばっ！ちょっと待って、これ無理だよ。でね、前作はね、決められた場所にこう登場してそこを逃げると、うんうん、一旦タイラントがいなくなるってことがあったんですけど、はい、本作はあ、どうにかしないとずっと追ってきますよ。グレネード、どうにかしないとずっと追ってくるの。どうなった、どうなった。見て見て。あ、倒しに離れなきゃ。あ、チャンス、チャンス、チャンス。これいけるんですか？どうにかしましたね、今。倒してないんだ、でも。いや、でもそんなんじゃ倒れないでしょ。まだまだですよ。手榴弾、さすがだな。いや、というか、どうにかしたのがすごいわ。すごい。今のでなんとか、ちゃんと、そっか、じゃあ最後に転がして。今のうちに。自分が被弾しないように。これ、ね、足せます？足せます。上とは足せんじゃん。いや、怖い。まあ、ちょっとゆっくりまた、ちょっと探索。探索しましょう。しましょうか。これヘリが、びっくりした。ヘリが突っ込んじゃったせいでここ燃えてたんです。でも逆にあのタイランとかヘリ持ち上げてくれたから進めるの。あ、本当だね。優しいですよね。優しいですね。違う、優しさでやってんじゃないよ。これ3つ目取ったからこれ組み合わせて。そうですね。これで完全に体力が回復できるんですけれども、アイテムのボックスの中にあの青色のハーブもあるんですが、これを使うとですね、一瞬だけ体力、はい、あの回復じゃなくて、防御力が上がると。おお。こっち行きましょう。はい、こっち行きましょう。防御力が上がるハーブが。いうようなものがあるので、あの毒を受けた時にあの回復するハーブがブルーハーブになるんですが、はい、あのプラスアルファの効力としてちょっとだけ。まあ、さっきみたいなタイラントでね、ボン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 殴られてたらあっという間に死んじゃうんで。そうですね。はい、そこら辺はちょっとこう。警察署にした。なるほど。防御力上げて戦ったり。そうですね。あ。あ、来た！エントランス！来た。安心ですね、ここは。なんかすごいなぁ、石っぽさ。ちょっとじゃあ、ね、元美術館ですよね。そうですね。行けるとこ行ってみますね。ちょっとこの辺りいろいろと探索して、何かあるかもしれない。お、びっくりした！ほんとびっくりした！あ、せっかー！あれだ、マービン、この人なんか見たことある、この人。はい。いや、ひどい。いや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 。まずは動きを封じないと。ごめんなさい。ごめんなさい、マービン。こうお話の序盤では生きてたんですよね、彼ね。そうですね。で、お腹を押さえながら、うん、うわぁ、びっくりした今。バシバシ打ってたけど。こっち、ちょっといろいろなところ、うん。ああ、そうか、閉じてあるんだ。こっちじゃないかな。あ、明るい、あっち行きますね。そうですね。え、なんか音しましたよ、後ろで。怖い、何ですか。ちょっと後ろで音しましたよ、なんか。じゃあ、どこで。ちょっと行ってみません。バーンって言ってましたよ。え、後ろってどこ。なんか音しませんでした、さっき。後ろどこ。わかんないです。すげえ、なんか志村みたいになっちゃう。後ろ、うん、怖い怖い、本当に怖い。どうしよう、本当に怖い。何これ。ああ、こいつ、こいつか。びっくりした。絶対膝打ち。びっくりした。絶対膝打ちっすね。びっくりした。ですか。ああ、びっくりした。いや、倒れ方。え、何の音だ。大丈夫なの。大丈夫ですね。じゃあ先行きましょうか。はい。
ちょっと弾もね、無駄にしたくないんで。じゃあ膝打つのやめようよ。すんごい膝いってる。これは、あ、ハーブはもうある。うわー怖い。やば、なんか声したよ。やばくね。なんか声したよ。はい、やばいやばいやばい。うわー、やばい。踏んだり蹴ったりだな。やばい。タイラントマートは。ちょっと待って、回復しようか。回復しよう。回復しようか。ちょっと一回回復しようか。ちょっと早ないですか。ちょっと早かったよ。もうちょっと受けれました。もうちょっと受けれたかもしれない。じゃあつけつけ。ハンドガンじゃない方がいい。なんでちょっとディフィカルトプレイしてんの。あーやばいやばいやばい。下下下。下下下。下下下。使って使ってスタート。何を使うの？何を使うの？ハーブない。あ、ハーブない。ハーブ取りに行き。取りに行き。一回外で。一回走って逃げましょうか。うん。さっきのさっきの走って走って走って行けるかな？行けるかな？行けるかな？ギリ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 。一回外出ようか。ごめんね。あ、よかった。左左左。ハーブあった。ハーブ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 。これあの青色とも足しましょう。組み合わせ。ごめんなさい、ちょっと使おう使おう使おう。まだあったでしょ、ハーブ。ちょっとリッカー苦手なんですよ。ああ一回戻ろう、一回戻ろう。あった、もっとあったんじゃん。一回戻ろう。一回どこに。あーもう怖い。ハーブあったよね。あれもうハーブなんじゃない？もう全部ハーブに見える。ねえ、あれハーブに見えるから。あれハーブじゃないですか。レバイさん、ハーブください。探してください。じゃあもうあのリッカーさえ倒せばいいんですよね。あれさっきあの窓のところとかにあれハーブって取ったんでしたっけ？取ってどこですか？取ってなかったんですよ。戻ったところにありませんでしたっけ？そうだ、結構前ですね。取りに行きよ、ハーブ。取りに行こう。ハーブいるよ。なんで素通りしてんのって思ったじゃん、みんな。取りに行かないとリッカーを倒せない。なんか入り口ね、さっきのあのヘリのところの入り口あたりに。あそこにそうだった。ありましたよね、なんか草っぽいのは。ごめんなさいね、皆さん、すみません。ごめんなさいね。誰に謝ってるんやろ。ここ、ハーブだけごめんなさい。ハーブは、ほら、あ、ここと、ここにもある。ここ、いけますね。ここ取って、で、もう一回、もう一回先に、なんか戻ったらあったんじゃないですかね。そう、あったあった。いや、もうちょっと戻ったところ、角のところになったんですかね。ん？ん？それハーブちゃう？ほら、これ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 で赤色のハーブなんで。あ、もう一気に。おお。じゃあちょっと戻ってみますか。ん？なんかドア開いたぞ。ドア開いたって何？なんかドア開きましたよ、さっき。ドア開いた。どういうことですか？ちょっと戻って、ね、何なの？なんか音がするんですよ。ちょっと戻った方がいいですか？え、進みましょう。僕は何かに追われているんですか？なんだなんだ。これ実はね、さっき倒そうと思ってたタイラントさんいるんですが、はい、ずっと徘徊してるんですよ。え、このホールを。そうなんですか？全て。じゃあまた下手したら。さっき音に気をつけてくださいねっていう話したじゃないですか。はいはいはい。音鳴ってるとやばいんですよ。あ、じゃあ銃とか撃ってると。そうなんですよ。で、向こうも近くに来ると音が鳴ってくるんですよ。はい。ほんならどんどん近くいるぞってなるんで。はぁ、結構タイラントが出た後は音に気をつけないと。はぁ、あっという間に後ろにタイラントが来るとか。そうなんですね。へぇ。けどこうね、さっきのリッカーとか倒さなダメじゃないですか。はい、銃使いますよね。使いますね。バレますよね。はい、あれ、あれリッカーもいなくなりましたね。あ、よかった。え、なんの音だよ、もうやだ。ああ、なるほど。ちょっとどんどん進んでみます。うわ、やばゴージャスみたい。ゴージャス俺の中では。うわぁ、あやなっち。これあやなっちかな。あやなっちもっていうのも。そうか、外にいるんだね。だ、もしかしたらね、ちょうど今こう、和也さん、運よくタイランと会わないっていうリートで言ってるんですけど、はいはい、違うところにどこかで、あいつ多分探してます。なるほど。なんでこうクレアをずっと探して。そうです、そうです。うわぁ